はい、どうも、ともすしです。昨日久しぶりにやっちまいましたね。こぼしちゃった。と、久しぶりですね。久しぶりっていうか、マクドナルドのドリンク以外をこぼしたのは、久しぶりだね。なんかこう、汁物なんで気をつけて渡されてこぼしたのもさらに久しぶりで、どのくらいぶりかな。結構記憶にないぐらい久しぶり。マクドナルドのドリンクは結構こぼしてますけど。で、それがね、まあ、PPDD だったんでね。PPDD で、油そばとそのスプンドゥクですか、スプンドゥクなんだけど、で、結構量が多かったんだよね。油そば2個、スプンドゥクは2個2個ぐらいだったんですよ。で、まあ入れ方もまああれでいったのね。でね、今回悔やまれるのが、P した時、2軒目 DD の D だったのね。1軒目ドロップした時はこぼれてなかったんですよ。で、その油そばを落として、そこにスプンドゥクを上から下に下ろした時に、固定が甘くてこぼれた。ね。そういうパターン。でね、私、思うんですよ。ウバッグって拡張できるじゃないですか。拡張できるところって、こう、壁じゃないんだよね。そっち側にこう、傾くんで、それでこぼれちゃったんで、やっぱね、拡張する部分はなんか詰めないといけないんだよね。固定的にあそこは壁ではないんだけど、それがね、ちょっと油断したね、ってところで、で、置き合いだったんだよ。置き合いでね、まあ結構漏れてたけど、って迷ったんだよ。また例によってっていうか、オートロック入る前には確認しないで、その置くときに気づいたんですけど、いや、これこのまま去ってもいいかな。まあ次入ってたし、どうしようかな。ピンポンしてお客さん、すいません、これちょっとこぼれちゃったんで、アプリからその破損で、お願いできますかって言ったら出てきて、お客さん出てきてくれたんで、すいません、ちょっと、これこっちもダメですね、これ。アプリから破損でやると、返金されると思いますんで、返金されますんで、みたいな、お願いします、つって、謝って出てきました。そんなことがあってね、心証、昇進ですよ。まあ私、今ってさ、ウーバーイーツってさ、アプリっていうか、チャットで問い合わせなんでしょ、上。その、電話以外になってから、まだ運営に問い合わせたことがない。と、もしその、入る前に気づいてたら、キャンセルで、破損したためっていうのを選べるんでしょ？でも、それするとしないで、なんか上に連絡してくださいとか出るらしいんだけど、まあ、入る前に気づけなかったっていうのもあるけどね。まあ、油断だね。その、1件目ドロップの時にこぼれてなかったからね。そこで積み替えやっちまったパターンです。